彼の。はい、こんな可愛い、可愛い。はい。もうちょっとやって。なんかだんだん大勢になってくる。はい、チーズ。OK。やめてくれよ。あ、はい、ありがとう。じゃあこれ食べたら。こんにちは、長野インターネットフォースと申します。はい、障害者プレスフォースの長野です。はい、フォース主催ということで、はい、大阪に、長野から選手が出場しまして、はいはい、初の、まあ、あの合格ということでやらせていただいたと思うんですけども、 はい、その辺の、まあ、きっかけというかいきさつについてちょっとお話しいや、本意気で話すると、はい、障害者プロレスをやってる人間として、はい、まあ、長野に新しい団体ができたというところで、はいはい、東京と、福岡とそして仙台と3団体あって、まあ、4団体もできたと、はい、でそこについては私自身が上がりたい。でそれはその僕は仙台も上がってますし、はい、全ての団体を上がっているので、それはもう一つ団体があるのであれば、ぜひ、まあ、上がってみたいっていうのもありますし、で、まあ、団体さんができて3年目っていうことで、まあ、言葉は非常に悪いですけど3年生ですから、小僧名というところで、で、まあ、どういった内容のプロレスとかわからないですけど、ただもう僕自身も20年やってますし、障害者レスラーとしては、まあ、最古参の方に入るので、はい、まあ、それはぜひねリングに上がりたいというところで、一番最初は、スカイロードさんとやり取りをさせてもらってたんですよ。なるほど。はい、まあ、20年前からすると、はい、ある種閉鎖的なスポーツの一つだと思うんですよね、はい、ただ、否定的な人も多かったと思うし、否定的なものに対してやっぱり、クレーマー的な、ね、動きをする人はいるかなと思うんですけど、ただ、20年経ってみて、最近は、ね、自己発信ができる時代ですから、SNS とかの発信等で自分が何をやっていると、でそれが正しいかどうかではなくて、好きなことをこのようにやっているということがしっかり正しく自分の中で正しく発信できる時代になりましたよね。だから、それに対してたくさんの人も見るし、たくさんの人がそのクレーマーとしてダメだということもありますけど、その中で障害者プロレス自体が例えばその危ないとか障害が進んでしまうんじゃないかとか、さまざまな、ことを心配してくださって強く言ってしまう方と、いいじゃないか、好きなことをやってるんだよ彼らは、はい、いいじゃないか、そういうスポーツがあったっていいじゃないかっていうのが
昔20年前は自分たちが対処しなくちゃいけなかったんです。その、自分たちの趣旨趣向と違う人たちの対応をしなくちゃいけないんです。だけれども20年経って、世論の人たち、要するにファンであったりアンチである方たちがお互いに情報交換をしながら、ストレスを消化していくっていう時代になっていくので、当人たちがものを発信しなくても、なぜか社会的に善悪がつきやすいんですよね。だから、20年経って、この大阪でも吸収率の高い町で障害者プロレスができたこととか、SNS を通じて、長野のスカイロードさんと私たちフォースがつながることができたっていうのは、20年経ったからできたと思うんですよね。これが20年前に、スカイロードさんができてたとしたら、やはりうまくはならなかったんじゃないかなと思いますよね。まあ、今回、210、はい、まあ、今までの中ではそうですね、フォースとしては本当に大きい大会になりました。